新作です。先日出たあまおう初恋のいちご風味から、これも新製品のピチピチハッピーチに、乗り換えようと思いますので、実はこれもうレビュー用に開けちゃったんですけれども、早速飲んでみたいと思います。この2つを混ぜるとどんな味になるか。どっちもド定番の美味しい甘いフルーツなんですが、まあ、美味しくなるのは間違いないんじゃないかなと思うんですけれども、どんな味になるか飲んでみたいと思います。はい、おっと、いつも通り 200cc を入れてですね、はい、そしてじゃあ最初ピーチから入れてみましょう。ピーチをスプーン2杯ですね、2杯ずつ入れます。2杯、はい、そして次がいちご、初恋のいちご風味を、もうちょっと残りが入ってないのですくいにくいですけれども、2杯1杯、そしてミックスして飲んでみました。ぜひお試しください。さよなら。